はい、皆さんこんにちは。こんにちは、こんちんです。ミキです。ミキです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、職業の謎がね、解けつつあるということで、うん、どうやら、うん、ルーさん、あいつらの一度、うん、人生をリセットさせてあげないか話ですわ。え、人生をリセット、はい、やるってこと。殺しはしません。せっかくレベルも上げましたからね。なるほど。要は、うん、なんか前の職業に未練が残ったままらしいんですよ、今の状態。未練たらしいやつだな。で、例えばこいつって、はいはい、まあ、羊飼いになっちゃったじゃないですか。うん、羊飼いになった原因が織機じゃないですか。ああ、そうね。そっかそっか、うん、なので、うん、織機はもうこの世に存在しないんだよっていうのを、うん、こいつに知らしめなきゃ話ですか。なるほど、現実と向き合わせるってことだよね。はい、なるほど。なんならこのベッドも壊してあげた方がいいぐらい。あ、そうなんだ。あ、なんか緑色に今光ったぞ。お、リセットするのかお前。あれあれ、え、変わったぞ。違って変わってない、変わってない。手前と奥のやつで、それは。そうかそうか。あ、なるほど。で、そいつを前折り機があった場所、この辺。あー、ここら辺に俺置いたわ。あいつがここに来て、うん、あ、ないっていうのを分かった瞬間、うん、あいつはニートになりますから。あ、マジで。なるほどですよ。軽い気持ちでやったあの折り機がこんなことになるとはな。軽い。ほんと。ほんとね。人生何があるか分からんすね。ほんとだよね。ただ武器鍛冶屋がどこの畑の影響を受けたんだろう。そうね。あ、そっか。あの40ブロックぐらいなんか影響受けるの、うん、らしいもんで。めっちゃあるやん。そうね。全部とりあえず壊しちゃう。あの声だめみたいなやつ壊すか。うん、そうだね。こちらもうなし。こいつにも一度現実を見せてあげましょう。はい、そこどうのぼんで。ここはどうしましょうか。あ、ピストン。カズさんがあんまりやったピストン。あ、そうか。ハーフじゃダメなの。ハーフじゃダメです。そうか。殴ればいくんじゃないか。バッどうやって殴ってみる。ローズ02みたいな。うおー。違う。あ、なんだ。なるほど、ピストンか。よし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 。オッケー。さあ、現実を見ろ。もう力はないんだ。この辺でしたっけ。うん、この辺この辺。この人は最後に寝たベッドどこなんだろう。分からん。あのベッドもうさっきの壊したよ。あ、そっかそっか。あんな家の中にいたもんね。うん、人生を見つめ直すがより。え、行っちゃった。あれ、なんだ。一晩寝たら変わるんかな。寝ますか。おはやっちわー。おはやっちわー。お、なんかキラキラしてるぞ。キラキラしてる。お、変わる。あー、惜しかったな。まだダメなのかな。こいつ、もう変わってねえな。あ、治った。え、なんで。何回もそいつの前で、はい、漁師の前で樽を置いて壊して、樽を置いて壊してやったら、はい、治った。あ、これニートになった。こいつ今目の前で。ほんとだから何回も見せたらなかみたいな。あ、これ壊すんすよ。うわっつって。へぇ、現実をつけて。そうそう、こいつの目の前でさ、置いて壊して置いて壊してみたいな。あ、キラキラしいんだ。あ、しかした。あ、これ怒った。これ何回かやってみて。レベルが高いね。なんだろう。あの、漁師はまだ1回目ですけどね、それ。そうか。大好きなものを目の前で壊す。なんで戻らんねん、これ。え、何がいかんねんやろ。あかんのー。ここだから。はい、というわけでですね。おい。なんか、やっぱできないみたいですね。そうだね。就職のし直しというか、転職が。なんや、ようわからんね。ほんと。なんか本来、こいつらがスポーンするときは、無職で生まれるんですよね、うん。うん、そうやって書いてあったんだよね。B 版ではそうやって。出会った頃はもう職業ついてましたもんね。そうだね。そうね。なやちゃんはこうレベルマックスになってから、うん、転職しとんのがわけわからんのですけど。そうだね。まあ、なってまったままもしゃあないので。そういうことや。まあ、こいつらはこいつらとして、うん、やっていきましょう。そうだね。で、もうすでにレベルマックスになってね、うん、転職にしてしまったこいつら、うん、この人はこの人で、うん、農民の人として、はい、付き合っていくことにしましょう。そうだね。それよりもですね、はいはい、失った力をですね、うん、まあ、もう取り戻しつつありますので、うん、もう一度ね、ネザーに行ってもいいんじゃないかと。お、ネザーじゃねえや、エンドの世界か。エンドね。でもまあブロックあんまないか。じゃあ原木をいっぱい集めてこようか。うん、待てよ。よし、じゃあ木こりしましょうか。ちょっとそうね、本当さんもダイヤの斧を持ってますからね。持ってる持ってる。あの日の栄光が、あの日の栄光がまだあるよ。何傷だ。これは鉄の斧。そんなところなのか。これ、マサミで葉っぱブロックも回収してもらって。はーい。何この鉄の斧は30個。これはかなり前に俺があの間違えて作ってもらったやつ。こんなことが行われることない。黙ったと思ったけど、黙っとろうと思った。マサミない人。はい、はい、よし、木こり&
ハサミシステム。ああ、ハサミ早いね、これね。あ、う、り、ん、だね、これ。はい、提案しよかったわ。提案、うん、自分が言っちゃかもね。ハサミでやっぱね、葉っぱもさ、ブロックとして起きるでさ。練習させんと。すぐなくなるな、これ、ハサミ。そうだね。すぐ壊れるね。いい頃合い。はい。もう、行きましょう、エンドに。了解。もしかして、うん、木々、かまど隠ししないですかね。あ、してないか。あ、してなかった。あ、わかった。何？鍛冶屋のかまどだ。あった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 。64個、2個。あー、びっくりした。おー、鉄が？はい。ナイス。128個。お、一気に財政状況が変わったね。うん。かみちゃん、あそこに強い剣もあったやん。ありましたっけ？ここなんかほら、貴族性一やけど。ダイヤモンド剣。うん、いなかったっけ？あ、ワテの剣や。ワテの剣やね。君の剣やね。あそこにダイヤ2個あるんで、クワ作れますよ。いらんわ。クワなんだ。すごっ。いきますよー。いい声出しても声。声は出していかんとね。エンボも出へんわ。久しぶりに来たな、こう。うん。なね。まだ、つっちぎこちゃん大丈夫か。来てる来てる。こう、馬が生まれとるもんな。ドラゴンの頭あるけど、いらん、大丈夫。お父さんいるじゃないですか。俺は持ってくよ。持ってくんだ。だって、かぶれば、あいつらからの攻撃は取り当たれば。そうなんですかね。そう、そう。かぼちゃでいいんじゃないですか。かぼちゃは、うん。かぼちゃはもう持ってる。おい。あ、でも下の方ね。下？なんで？ゲートの。私の前提の話や。おはやちわー。おはやちわー。さあ、おい、飯取っていきますか。そうだね。ちょっと力がつくように、どうしたらこれ、ステーキ。おー、嬉しい、ありがとう。ステーキと、あと鶏、焼き鳥も。焼き鳥も Thank you。 はい、いいぞ、豚肉やる。あー、ざっす。あ、これはいいぞ。うん。頑張れる。頑張れるーやですよね。頑張れるーやね。いくべー。いくべー。ここなかくら。こっから線離ると思うんだよね。そうっすね。この中心から。メタルってこう1個しかなかったんだよ。なんか、エンダードラゴンムッコロスト増えるんだよ。そうです、そうです。マイナスの方伸ばしとこうか。はい。やったれや、ニキーズ。やっちゃうやったれ。決めたれや。これ少なくとも1000マスはいかなかった。そうです。次でね。はい、1000マスの旅。よし、これか。おい。え、まだ1個目や。何が怖いってほんと、エンダーマンと目が合うやつだけど。そうなんですよ。あ、いいな、これ。3の道、うん、すぐ壊れて、すぐ壊れるのが怖いから。いいよ、もう130マスだよ。よっしゃ、早い早い。よしよ、シフトだけがもう落ちずるやつ。そうだね、これを離した時に全てが離れてくるよ、なんでかしら。そうなんですよね、押し飛ぶ感じがするよね。今までのポータルを抜けていく、あの決められた人生とは違いますからね。そうだよね、はい、自分たちでレール引いてますから。そうだよね。この作戦はあまりやらんやろ。レールで思い出しましたけど、うん、廃校行くの忘れてましたね。さぞかしい今頃コメント欄にいっぱい書いてあるんですよ。まあ、しゃあないね。うん、撮影日が違うとそういうことになるよ。忘れるんやって。全員忘れる。廃校は待ってくれるけど、うん、コメントラは待ってくれんでね。待ってくれるやろ。待ったなしやけど。あ、もう向こうが何も見えない。闇や。あ、ほんとだ。どっちももう見えない。ね、怖いな。すげえ怖いね、これ。トシさんの頭のやめろよ、マジで。それ離れたら危ないで、マジで。マジで危ないで。なんか、ちょっとなんか手が滑ったとかじゃ、シャレならぬ、それ。マジで、マジで。よさのフィンフィンに、じゃあ。やめとけって。でも新しいね、この草で虹作るのはありだね。その取る効率高いし、うん。体がふわふわする気がする。え、怖い、それ。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。熱あるんか。なんかこの、マイクラの、ちょっと。熱もあるか。視点が。え、よさ。熱もあるか。大丈夫か。一旦席を離れたもん、なんかこの。抵抗感覚がなんか、あったのかどうだね。やめて。やめて、本当に。それ、やるで、俺。やめて。やっちゃうやつだよ、それ。あかんって、マジで。これ死んだらどこで起きるんや。あ、そっか、あの村か。はい、まあ近い方ですわ。これはでもそうか、前回行った時とはもう全然違う場所に出るはずやで。そうですね、もうあるよね。ある。あのさ、小道がこっちアップでかすってる、かすってる。マジでマジで全然当たらない、全然当たっとるって。当たっとるって。消えてる、消えてる。危ねえ、マジで全然違う方狙ってますから。ちょ、マジ振り向くためにドキッとしてやめてくれ、マジで。なんかネザーに落とされましたからね。あれは俺恋じゃないから。葉っぱもらっていい？葉っぱ？いいよ、うん。もうだいぶ来た。そうですね。700。あとちょっとだと思う。ね。見えても8割来たんです。あ、見えた見えた。来た。マジ？もうちょっとやダニキーズ。お、大手が疲れましたね、そろそろ。そろそろ落ち頃やで。そろそろ、そうですね。これはやで。うわ！
丈夫です。そう顔腹立つ。本当に千マスなんかな。そうですね。うん。おし。お、着いた。着いた着いた着いた。いやーやっと着いた。疲れた。っていうところですかね。今日は。そうね。かなりやりましたから。いやー。本当にやれやれだわ。はい。じゃあ、うん、こんな感じで、はい、もう一度ですね、うん、勇気を振り絞って縁の世界に来ましたので、はい、意地でもですね、うん、3つ集めて、うん、大空をね、3人で羽ばたきたいと思います、うん、そうだね、うん、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。